日本長崎県佐世保市大東町大東町は長崎県佐世保市の町名。日、堺地区に属する。郵便番号は857-1161。1938年の町名設置以前は日堺、大東面と称した。旧東園の義軍日村、大東面の一部。佐世保市の中心部から南東に約5キロの佐世保湾を、日、堺地区の最東端に位置する。 長域の大半が丘陵地であるが、南東部には江戸時代由来の干拓地を有し、南岸は廃棄瀬戸を挟んで、張尾島を望む。1970年代以降、宅地造成に伴う新町名の設置や区域変更が順次実施されているため、長域は縮小傾向にある。王島の大は四字で、金世以前は大東と表記した。その由来は大地の 大と湿地を意味する、タフを合わせたものとされるが、詳細はわかっていない。江戸時代に、阿波国出身の織原孫左衛門なる人物が、王党に移住し、黒田神殿などの神殿開発を行ったと伝わる。松浦資料博物館蔵の松浦家文書によれば、江戸時代初期の明暦2年に編纂された、畑片町抜き垣では、当地は日生村のうちの脇岬大当面とあり、 同年の田形町抜き書きでは大東面と脇見崎面が別で記載されている。脇見崎面とは現在の大東町の南部にあたる区域で明治時代初期までに大東面に統合された。脇崎の名称は平戸王冠の脇崎一律カートをはじめ現在も国道35号の交差点名や地内の公民館等にその名残を見ることができる。後里線を祀る。 珍珠神,神社もある。2018年9月30日時点における、大東町の世帯数及び人口は以下の通り。イオン大東ショッピングセンター、大東町の南部、国道35号と西九州自動車道の沿線一帯は、都市計画法による、用途地域のうち、純工業地域に指定されている。この区域内には、長崎県北地域の住民より、 オージャスの続称で親しまれるジャスコシティオとショッピングセンターをはじめ、自動車ディーラー、電気店、衣料品販売店、ファミリーレストランなどのロードサイド店舗や各種工場が林立する。ありがとうございます。